はい、こんにちは。あいさとチャンネルのあいです。あさんです。私は学生の時から浜田省吾さんの大ファンであります。なのでその好きな気持ちっていうのを今日は動画に撮ってみたいと思います。たくさん浜田省吾さんはアルバムを出しているので、どれも大好きな曲ばっかりなんですけれども、まあ、特に学生の時に落ち込んでる時とかに支えられたアルバムっていうのを今日は1枚ご紹介したいと思います。それがこちらです。でこちらはオンザロードっていうライブアルバムですね。1982年の作品だね。まだ生まれてないんですけど、でも80年代私大好きなので超ドンピシャ。ちなみにレコード版もあります。よく浜省が真ん中にいますね。若い時の浜省で、私は特に30代の時の浜省が大好きです。あの白い T シャツにジーンズでこうシンプルな姿で歌ってるっていうのがめちゃめちゃかっこいい。アイはいつから浜省好きなの？18歳か19歳ぐらいの時。何がきっかけで聴くようになったの？きっかけはね、なんかうちの母親が歌うまいんだけど、こう一緒にカラオケ家族で行った時に浜省のもう一つの土曜日っていう曲があるんだけど、それをね歌ってて、でなんていい曲なんだって感動したの。一体この曲を書いてる人はどんな人なんだろうっていうのを気になって、それがきっかけになったかな。ちなみに一番初めに買った浜省の CD とかアルバムは？CD とかじゃない、 DVD なんだよね。そう、これオンザロードフィルムズっていうライブビデオで、これを毎日見てた。これを見てめちゃくちゃテンション上げてた。ちなみにアンさんがビデオテープも見つけて買ってくれました。ライブ DVD の中ではやっぱり今でもフィルムズが一番大好きですね。じゃあ早速オンザロードのライブ音源のやつについてですね、全部で12曲入ってるんですけれども、まあ全部紹介するっていうよりか、まあ自分が特に好きな曲を何曲かかいつまんでお話ししていこうかなと思ってます。今度から一番好きな曲は？ミッドナイトブルートレイン。まあ、うちは浜省の曲の中で一番大好き。あの CD 音源の方も何回も聴いてるんだけど、ライブ音源の方で聴くミッドナイトブルートレインがめちゃめちゃ大好き。やっぱり CD もいいんだけど、ライブってさ、やっぱりその時だけの心っていうか魂がこぼるじゃない。なんかそれがこうグワッとこうね、ライブ音源だとやっぱ迫力が全然違うから、やっぱその時のこう浜省はこんなに魂を込めて歌ってたんだっていうのがすごく伝わってきて、ライブの時のミッドナイトブルートレインがめちゃめちゃ好きなんよね。でもまあとりあえずそのミッドナイトブルートレインも含めて、まあどういうところが好きなのかっていうのを一つずつ紹介していけたらなと思います。まず壁に向かってっていう曲なんですけれども、壁に向かっては初めて聴いたのがこのオンザロードの CD 音源。最初のこうなんだろう、イントロ的なところがすごく長くていつ曲が始まるんだろうみたいな今かなみたいな、あ、まあ今かみたいな感じで、でも壁に向かってはすごい好きで、なんかでも当時なんかバッシングがあったらしいんですよね。確かこのモロハの刃肩にかざしてとか、なんかそういう歌詞がちょっと重苦しすぎるみたいな、なんかそういうバッシングが当時あったっていうのを、確かなんか日の当たる場所っていうこう浜省に関してのこう本が出てて、でそれに確か書いてあって、まあ確かに明るい歌詞ではないのかもしれないけど、でも普通にかっこいいと思って壁に向かっては好きですね。で2曲目の明日なき世代って曲なんですけれども、これもまあめちゃくちゃかっこいい曲ですよね。明日はがれきの街へみたいな、そこのあのテンポがもうなんかこう体をこう動かしたくなるようなかっこよさがあって、めちゃめちゃこれは盛り上がります個人的に。
松村翔吾さんの曲って基本的にメロディーもすごいいいし、そうなんだよね、リズムもすごいいいよね。特にうちは80年代が一番こう曲に勢いがあるなと思って、こうなんだろう、若さのこう疾走感っていうのかね、勢いパワーがあるような感じで、特に80年代に出したあの曲がうちは結構好きなんだよね。いや、俺もあの愛と会うまでは浜翔ってあんまり聞いたことなくて、で浜翔聞いたらなんかこう、あ、どっかで聞いたことあるなっていうのが、それがなんていうのかな、ヒットチャートみたいなもので、どっかから聞こえて、あ、どっかで聞いたことあるなっていうのじゃなくて、なんか体になんか染み付いてるリズム的な、そういう感じで、あれなんか懐かしい気がするな、これこの曲っていうのがすごい多くて、でかといって別に何かのパクリとかそんなのもちろん全然ないし、愛のためか自分のためかレコードを開発するっていうそう、なんかね、曲がね、やっぱりすごく、なんだろう、整ってるというか、美しいんだよね、メロディーがね。かっこよさもあるんだけど、儚さもあって、で、それがやっぱりこう、美しいと思わせるというか。で、加えて、やっぱり歌詞にちゃんと意味がある。だから、あ、曲いいなと思ってただ聴いてたけど、あれ、後々ちゃんと聴いたら歌詞もめっちゃいいじゃんっていうことに気づいて、何回聴いても飽きないんだよね。だから聴くために良さが深まるっていうのかね、そこがなんか浜翔の楽曲のすごいところだなと思うし、でやっぱり気持ち、心にすごい突き刺さるよね、歌詞が。だからすごく残るし、もうだから何回浜翔の歌を聴いて泣いたかわからないぐらい、本当に毎回感動してる。で、3曲目は土曜の夜と日曜の朝で、これは一番最初にこの土曜の夜と日曜の朝っていう曲を聴いたのがね、リメイクバージョンだったの。これのオリジナルバージョンとリメイクバージョンがあって、リメイクバージョンは超アップテンポなの。かっこいいし、こうバーンってこう朝一から聴いたらテンションバーンって上がるみたいな、めちゃめちゃアップテンポでかっこいい曲なの。で、うわぁ、なんか仕事行きたくないけど、この曲を聴くことで頑張れるとか、なんかこうパワーがみなぎってくるような感じなのね。リメイクバージョン聴いた後に、あれオリジナルバージョンはどうなんだろうと思って、その後にオリジナルバージョンを聴いたのね。オリジナルバージョンはやっぱりちょっとしっとりした感じ？やっぱり作ったのももっと前というか、まあ昔だから、ライブバージョンもね、土曜の夜と日曜の朝もいいんですよ。で、やっぱりライブバージョンだから、これはこれでね、やっぱりアップテンポになるのね、オリジナルバージョンよりも。だから、すごくね、ちょうどいい。で、このライブバージョンの時が、もう可愛いとしか言いようがない。あの、最後ら辺にこう、ダンスダンス、ダンスウィジューって、こう、ファンの人たちと歌ってもらうっていうところがあって、もうそこをもうめちゃめちゃ可愛い。俺が愛とあのカラオケ初めて行ったか2回目行ったかぐらいの時に、浜翔の曲いっぱい歌ってくれて、やたらと曜日多いなっていう話をしたら、浜村翔吾さんは金曜日が嫌いみたいで、えって、そうなの、I don't like Friday っていう曲がある。それがすごい印象に残ってて、あ、浜翔といえばあの金曜日嫌い、浜翔は土曜日が好きなのか、そうね。4曲目は日の当たる場所、これがねもういい曲だわ、もうな、本当に全部いい曲なんだけど、もう日の当たる場所に関してはね、もううちの曲だと思ってるの。なんでだと思う？もう歌詞にね、愛って言葉がねいっぱいあるんですよ。うちの名前なんですか？愛やね。愛でしょ。はい、もううちへ歌ってくれてると言ってもいいぐらい、もううちの曲だと思ってる、なんなら。もうこれはね、学生の時から思ってる。うちだけ見つめてくれてるんやっていう。頭おかしいでしょ。でもね、もう、浜翔好きだとそうなっちゃうって。本当にね、この名前で生まれてよかったと思ったわけ。もう心の底から思えるのはもうこの曲のおかげかな。もう異常者や。で、7曲目は独立記念日なんですけれども、私よりもこれはアンさんが好きな曲みたいです。そうね、これも愛がカラオケで歌ってるのを聞いて、すごいハイスクールテールのところとかがすごい分かりやすいっていうかね、うん、キャッチーだよね、入ってくるからね、うん、ハイスクールテールってあの、ま、これ言ったらすごい怒られそうやけど、あの若干
言葉にしてみるとハイスクールジェイルってすごいダサい、うん、それ言っちゃうかも。けどそのダサさをここまでかっこよく持ってこれるっていうのはやっぱりロックンローラーのみができることやと思ってるんですね、うん、でもそれは確かにある。なんかちょっと臭いというか、なんか照れくさくてできないことを堂々とバーンとやって、それをかっこいいと思わせてくれるのがやっぱりハマショーのすごいところだよね。歌詞はなんかまあまあ重めなのかな。でもやっぱりでも昔から戦争とかそういうことに関しての歌を歌ってるってことだよね。全然関係ないけどね、僕と彼女と週末にとかさ、原発のこととか歌ってるじゃない。ああいうのもさ、当時はもうさ、バッシングがあったらしいからさ、でもそれがね、何十年か経って、うちが専門学校ぐらいの時に、新聞に出てたの、浜松が。その当時は、バッシングを受けてたけど、今は月日が流れて評価されているっていう、っていうのが記事になってて、それを切り抜いて、当時学校の授業で1分間スピーチっていうのがあったから、そこでその話した。で、8曲目は反抗期って曲なんですけど、もうこれはもう専門学生の時はもうめちゃめちゃ聴いてた。本当に思春期真っ只中っていうか、まあ中2とまでは言わないけど、ただでもやっぱり10代の時って、この反抗期に書かれてるこの歌詞みたいな感情が常にやっぱり付きまとってるみたいな、私はそういう感じだったので、だからもうこの曲はもう共感しか通じなくて、歌詞もね、なんか口にしたくなるような歌詞なんだよね。ジェームス・ディーンとか知らないんだけど、でもなんかこうジェームス・ディーンっていうなんか単語がかっこいいみたいな。ジェームス・ディーンって知ってる？映画俳優。あ、そうなんだ。当時のアメリカですんごい憧れられた、もう若者たちの象徴っていうか、だから日本でいうところの何やろ、石原友情みたいな。あ、そうなんだ。いや、ちゃうかもしれないけどね。ちょっと車の事故とかでちょっと亡くなっちゃったけど、ね。あ、そうなんだ。で、いよいよ11曲目。うちがもう一番好きな曲。ミッドナイトブルートレイン。もうね、この曲に何度助けられたことか本当にわからない。もう完璧なんだよね。きっと多分自分、浜松自身のことを歌ってるんだと思うんだけど、自分の気持ちをね、こう列車と重ねてるというかね、歌詞の一個一個が本当になんかこう心に刺さるっていうか、もう帰ろう、みんな投げ捨てて、でもどこへ、一体どこへっていう歌詞とかも、もう何もかも全部投げ捨てて楽になりたいと思うんだけど、自分はこれからどうしていったらいいのっていう自分の迷いだったりとか不安っていうのがなんかすごくライブの歌ってる時にすごくこもってるような感じがして、本当にこう当時の等身大な気持ちで歌ってるっていう感じが心に刺さってくるんだよね。うちもやっぱり当時気持ち的に落ち込んでることとかも多くて、でそういう時にやっぱりこのミッドナイトブルートレインは聴いてた。サビのところのミッドナイトブルートレイン連れ去ってどこへでも行く思いのまま走り続けることだけが生きることだと迷わずに答えてっていうね、もうね、いい曲すぎる、本当に。一番最後ら辺のミッドナイトブルートレイン連れ去ってっていうところの時になんかちょっとね、なんだろう、声が上ずってるっていうか、やっぱりこう感情が乗ってるのかわからないけど、もうなんかその歌い方一つだけでもこっちが泣きそうになるっていうか、もう語彙力もう本当にとにかくもういい曲。なんかこれを聴くことによって、なんだろう、救われるじゃないけれども、なんか寄り添ってもらってるような気持ちになるんだよね。だからすごく、うちにとっては大事な曲かな。で一番最後、12曲目がオンザロードなんだけど、それはシングルのレコードバージョンかな。アルバムと同時発売みたいなね。あ、そうなんだ。でこの曲、このアルバム唯一のスタジオ録音。あ、そうなんだ。スタジオ録音なんだ、これ。うん、なんかずっとライブかと思ってた。ね。うん、で個人的にこの、ライブ音源の時のオンザロードの感じがすごい好きなんだよね。で、どこがいいかっていうと、
コーラスなのかわかんないけど、なんか、みたいな。そういう感じ。体と心、引き裂いただけってなるの。あの、が好きなの。そう、わかる人いるかな、これ。これがね、かっこいいんだよね。ちなみにコーラスアレンジに、長子さん？あ、そう、長子寛治さん。長子さんの、が入ってる。あの感じがすごい好きなんだよね。どうだった？って言ってたでしょ？言ってたね。あれ、すごくない？かっこよくない？めちゃめちゃ。あの、長子さんの、がすごい好きで、で、それが入ってんのがね、これだけな気がするんだよね。か、同じように入ったとしても、やっぱちょっと違う？もうちょっとはっきり入っちゃってるとか、このね、理想的なのが、この音源の時の、なんだ理想的な。そう、これがね、絶妙なのよ。そう、これをね、すごい伝えたかった。こう、同じようなこと思ってたら、思ってる人がいたら、もう、嬉しい。自分だけかなと思って。ちなみにこう双子の姉がいるんですけど、姉もファンだったんですけど、姉に言ったら分かってもらえなかった。双子やのに、うん、みたいな。え、みたいな。でも同じこと思ったよって人がいたら教えてください。すいません、長い動画になって申し訳ございませんでした。もし共感してくれたりとか、同じ浜翔ファンだよっていう人がいたら、いいね、グッドボタンお願いします。じゃあまた次の動画でお願いします。